熊本豪雨被災者支援小型仏壇無償提供なんとですね岩手日報岩手日報の長官に掲載いただきました教えていただいたフェイスブックのお友達水沼様本当にありがとうございます金箔が吹いてもはげない国産仏壇 お仏壇の販売が天職長田後期でございます。2020年9月の13日月曜日。今ちょうどですね、朝5時48分朝動画でございます。外は真っ暗ですね。あの、今日は23度朝。 寒かったですねひやっとしててもうこんな時期なんだなと思いましたでもですね今日も元気に朝発信でございます実はですねありがたいことにフェイスブックのお友達からを水沼様あり教えていただいてありがとうございます岩手日報にこんなに大きく載ってるんですよ おーカラーだーみたいなですね。もう本当にありがとうございます。あの、東北の皆様ですね。あの、今回ですね、東北の皆様、東北の新聞社の方、非常によく載せていただいてますね。ありがとうございます。やっぱあの今回ののの熊本豪雨のこ 被災というか、ですねそれをですね皆様に知っていただきたいと思っております、その本当ですね、もうお役立ちに立てればですね、と思いますですね、はい、まあ、あのとこれはですね熊本だけじゃなくて、ですねどこでも起こることですよ、たった一晩であんなひどいことになるんですから、です、ね、10メーターぐらい水が来るんですよね、10メーター、だからあのこう、2階建ての家の屋根瓦に草とかがいっぱい積もってるんですよね。ということは、そこ屋根まで来てるんですよね。 あれはやっっぱ人ぶらく全部なくなってますからねもう皆さん、本当にご用心ください。もうやっぱ昭和と違って今は雨の量が半端ないですね。まあまあ、それはともかくですね、本当にですねありがたいことでございます。Facebook お友達水沼様岩手日報送っていたただきました教えていただきました。 助かりました。ありがとうございます。はい、えー、とても助かりました。心よりお礼を申し上げます。熊本豪雨被災者支援小型仏壇無償提供をあの記事で取り上げていただいております。こんなに大きくですね。 からしかもカラーなんですよね、こんなに大きくですね、ありがたいですね、本当にありがたいです。はいであの今度ですね、10月1日、クラウドファウンディングという形でですね、クラウドファンディングからは、はいえー、という形でですね、10月1日からやりますので、ですねま1、あ、つ皆様よろしくお願い申し上げます。まあ,あのこちらのですね、全額ですね、こちら、あの人吉豪主被災者、 えー、人吉、熊、八代の皆様方にですね、これはもう、提供いたします、やっぱもう仏壇、もう何様、仏壇もですし、家の中がなんもないですよね、もう冊子も取れてますしね、でもう、やっぱ水がバーっと、火災道具、やっぱだから電化製品とかもなんもないですね、もうなか道から丸見えですからですね、家の中がですね。はー 怖からたと思いますですからまずは皆様家のリフォームかリフォームとかですね建て替えそれと電化製品とか買われると思いますのでお仏壇とかはまだまだ後回しになると思いますでですねやっぱこういう形でですねまあ小さいお仏壇でございますけどですねこれを拝んでいただければまああのお客様の心の支えになると思いますのでですね頑張ってこれ提供していきたいと思いますまあ、こういう方こちらにもありますけどですね頑張ろう熊本 お仏壇で応援だもんという形でございます。まあ、あの、それはともかくですね、あの、Facebook のお友達の水沼様、もう教えていただいてとても助かりました。改めて心よりお礼を申し上げます。これは共同通信者様がですね、あの、配信していただいた記事でございます。多分これ、大義が全国でかかりよっとな。これわからんとですよで。ネットでも出てこないですもんね。あの、ですから、まあ、出てくるときはありがたいですよね。例えばこちらの、 えー、こちらは中日新聞かな、中日新聞とか、あとはあのこちらの、えー、日経新聞、これ日経新聞は共同通信社さんから教えていただいたんですけどね、日経新聞とかはネットでバーッと出てきま,すけど来ましてですね、あーと思うんですけど、あのやっぱ他のの場合とかなり今回、あの前回のアマビエ仏壇よりも私、かかってるような気がしますですね、そういう感じはいたします。でですすからももうう本当ですねもう水沼様 もう教えていただいてありがとうございましたこれよりお礼を申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございます皆様の開運あ発展お祈り申し上げます